はい。22歳の。え、22歳の。はい。ミルクティーさんいらっしゃい。はい。そんなんで、いらないものを、大掃除で、捨てるということですんで、いらないもの。え、ちょっと待ってな。ちょっと待ってな。私は、粗大ゴミちゃいますよ。はい。そんなんで、素材ゴミじゃなくて、生ゴミなん、生ゴミになりますけどね。はい。え、フロントグリル捨てるの？そうそうそう、太郎ちゃん。あ、青ゴミだ。青ゴミだってないの？あ、てんてんさんいらっしゃい。はい。そうなんでね。あ、そうそうそう。太郎ちゃんさんの言う通りのグリルがね、グリルが嫌で。え、グリル切ったら網かけていろいろ吸い込んで壊れるから、ほんま？グリルってこれただもうこう手が入るほどの穴が開いてるグリルなんですけど、ここが邪魔なんですよね。邪魔は壊れてます。いや、はい、あらださんいらっしゃい。ね、ちょっとね、歌枠じゃないんですけど、この、大掃除枠なんですよ。いらないものを、年末やから、いらないものを捨てるということで、ここがいらない部分なんで、いらないものを捨てようということ。え鏡じゃないの、グリルは。あはーん、太郎ちゃん。いくね。これ回すとうるさいんで、どない。え？歌枠？口づけのし、なんだっけ？ラララララララ、ママの顔さえも見られなかった。はい、歌枠でした。はい、行くよ。これ、電源入れたら、で、タオさんいらっしゃい。はい。ノイズ発生中。フレンズ。はい。あ、タオさんはこっち。はい、タオさんいらっしゃい。ちょっと待ってな。これ、音を下げないと、これ回した時にめっちゃうるさいから。今日はグライダーで何をするんですの？タオ。ちょっと待って、めっちゃ下げる。グラインダーで、いらないものを捨てようと。ここの、小させなあかんな、これな。
ポペせなあかん。はい。はい、そうなんで、綺麗になくなりましたんで、これで空気が、入るかなと思います。で、これを、もうちょっとこれを上に上げたいんですよね。これを上に上げるには、もう、ここを切らなあかんな。はい。変わらんわ、今こそ。え？変わらん？変わるって。だいぶ変わった。これ、ストーってほら、手が入るもん。手がスコッと入るから、手がスコッと入るんで、すっきりしたね。すっきり、手がスコッ。タオ、タオ。はい。ガバッと手が入るから、空気性のアップするということでね。はい、やりました。はい。ちょっと待って。まあ後でこれここ磨こうか。ここもうちょっとこれをなんとか上に上げたいねんけど、ここもうちょっとここ削らんなるのかな。もう一回削るから、もうちょっと小さするわと思ったな。あ。よいしょ。はい。そうなんで、これがもうちょっと上に上がればいいかなと。上がれそうな感じがしてきましたね。上がった。はい。はい。これで、上がった。はい。よいしょ。そうなんで、一応できたんで、もうちょっとバックしよう、これ。よいしょ。どのぐらいバックしたらいいかな。上のカメラが下向いてますね、これ。で、これが、まあ、これはどうでもいいか。はい、こうなりました。これ、いらないものを、年末やから、いらないものを捨てようということで、これいらないものなんで、ポイッ。で、ここに、空気がスポッと入るというね、スポッ。はい、スポッ。いると思いますが、いると思う。これでバッチリグーで、もう風を。こんなんついてて、虫入るもクソもあらへん。はい、もう虫入ったら無視しますから。はい。もうブシューっとご飯ドリルとバッター外せば思いっきり風通り良くなりますよ。ちょっとあかんって、バンバン外してあかんって、バンバン外して走ったらあかんねん。あかんやろ、セーブ不良取られのちゃうの。セーブ不良バンバン切っても意味がなかったと思いますが、切っても意味がない。いや、切ったら吊るしましょう。こんだけ分重量軽くなるんで、やったら今来た、のすけさん、はい、いらっしゃい。こんだけ分軽くなるんで、これがまた、はい、運転手自体整備不要です。それでは皆さんどうもありがとうございました。かなこっちの釣り号でした。釣り号の年末年末いらないものを捨てる年末作業でした。はい、ここはいらないものでした。はい。では皆さんはどうもありがとうございました。はい、失礼いたします。はい。そんなんで、チャンネル登録よろしくね。
あのチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、分かった分かった。あの YouTube の方のチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、はい、ここね。